エルヴィン、連れてきたよ。ありがとう、判事。君たちはもう下がってくれていい。ああ、じゃあまた後でね。さて、突然呼び出してすまなかった。一度ゆっくり話がしたいと思っていてね。君の働きぶりはハンジやリヴァイから聞いている。調査兵団の居心地はどうだい？そう言ってもらえると私としては助かる。理解してくれていると思うが、調査兵団は人類が持つ唯一の矛だ。巨人の領域に挑み、人類の活動領域を奪還する。それができるのは調査兵団しかない。我々はその困難な目的のために多くの命を犠牲にしてきた。そのリスクはもちろん君も例外ではない。それでも君は調査兵団に身を置き続けられるのか。そうか、聞いていた通り肝が据わっているようだな。我々は常に一人でも多くの優秀な兵士を求めている。これからの君の成長に期待しているよ。